先日、膵臓がんで亡くなった福岡出身のロックギタリスト鮎川誠さんの葬儀、ロック葬が先週土曜、東京で行われました。祭壇には家族で選んだという鮎川さんの家、愛用のギターなどが飾られ、親交のあった著名人や音楽関係者、ファンなど4000人を超える人々が弔問に訪れていました。会場には8年前に亡くなった妻椎名さんと活動していたバンド、シーナ・ザ・ロケッツの曲が大音量で流れ、訪れた人々は2人の音楽との思い出に浸りながら別れを惜しみました。病を隠しながらもステージに立ち続けて、そして亡くなる間際まで次のアルバムのことを考え続けてたっていう、本当に穏やかで優しくて何よりかっこいいロックンローラー鮎川誠さん、どうかですね、まあこれから天国で椎名さんとまたロックを鳴らし続けてもらいたいと思います。ありがとうございました。